監禁区域レベル X2 期おめでとうございます。ということで、監禁区域レベル X のちょっとおすすめをしときますね。まあ、この作品、Webtoon のアニメ化で、短編アニメで全6話、ま、かなり短いタイプの作品なんだけど、ま、しかも、ほぼモーションコミックという、この枠らしい作品ではあるんだけど、思ってたより面白かった。というか、この作品って、 マンションに閉じ込められた雨宮空さんごえの主人公が、サイと呼ばれる化け物相手に、なんとか脱出を試みたり、殺されたらループするという、そういう感じのホラーゲーム的なリアル漫画なんだけど、モーションコミックでも、音と雰囲気だけで、ここまでホラーな雰囲気出せるんだなと思った。うん、というわけで、監禁区域レベル X は、意外とホラーとしてはおすすめです。はい。